中体機は、大砲を発射した際に生じる反動方針のみを、誤座させることによって軽減するための装置である。通常、誤差した方針を、元の位置に戻す服崎と一体化して、中体服崎として用いられる。大砲を発射した際には、砲弾の発射という、作用に対しての方針の抗体という、反作用が生じる。反作用を支えねばならない側にとっては、 反作用の力が短時間にすべて伝えられればそれは激烈に感じられるが中退機を利用して反作用が伝わる時間を長く引き伸ばせれば支えることが容易になる。下方は発射プラットフォームとして多様な移動体に乗せられることが多く、また小準機などは本質的に衝撃に弱いので発射時の衝撃が減ればそういった周辺の機械、 装置類への悪影響も緩和される。砲画も含めた支持基盤の軽量化が期待できる。もう一つ重要なのは、発射の際に大砲が後退することによって、再度の照準調整、大砲が後退する場所の確保といった問題が生じる。中退機を利用すれば方針のみが後退し、また元に戻るので、照準調整のやり直しは不要となる。また、 大砲の設置の際に、交代する場合を考慮する必要がなくなる。M1897-75mm メーホー、方針を支える、中大機の全部が確認できる、中大機が発明される、以前の大砲は、発射するたびに、砲がも含めて砲全体が反動で大きく、交代してしまうため、そのたびに、元の位置に戻して、 再度照準を合わせてから射撃を行う必要があった。結果として、射撃精度は低く、射撃速度も遅かった。また、小船時代での関西砲では、発砲するたびに狭い船内予報が交代するのを、ロープでつなぎ止めてはいたが依然として危険であった。要塞などに設置される、特に大型の方においては、 下り坂になったレール上を方が交代することで反動を吸収させかつ交代した方が自然に元の位置に戻るように設計した場合もあったこの対策として1840年代あたりからバネ式の装置を用いて方針のみをある程度の距離を交代させながら反動を抑える中退機が開発されるようになった中でも1897年にフランスが 正式採用した M1897-75mm、ヤホーは、世界で、初めて液気圧式中体複座機を搭載し、現代の火砲では、これが最も一般的な形式である。この結果、大砲の射撃速度が劇的に上昇し、速射砲と呼ばれる火砲が登場することになる。現在主流の液気圧式の構造を主に述べる。方針は、 揺らかと呼ばれるレールに設置されており、方針と揺らかは中体副崎を介してつながっている。発砲時に方針が受けた反動はロッドを介してピストンを動かす。ピストンに押された作動油はシリンダーに開けられた老孔と呼ばれる細い穴を通じてのみ排出されるため、その流動抵抗によって方針の交代はゆっくりしたものとなる。また先側のシリンダーは 筒状の圧力タンクであり、中退機とは作動油の流路を介してつながっている。また、先のシリンダー内には、不活性ガスが充填されており、方針の誤座に伴って作動油が流入すれば、ガスが空気バネとして働くことになる。方針が停止した後、それまで圧縮されていたガスは作動油を中退機のシリンダーへと押し戻し、作動油の抵抗によって方針が、 ゆっくりとまた座する。発射時に方針が受けた後方への衝撃的な力が、時間を引き延ばした形で、ゆっくり地面に伝えられるとともに、作動油が老公を通る時の摩擦熱や圧縮ガスの発熱などに変換されて減衰することになる。中太陽の緩和材料に、上述の通り初期にはバネを用いたが、 M1897-75mm 夜放において液体が用いられた。液体にはグリセリン、オレオナフタなどが用いられる。方針が中体に伴って揺らか状を押し出されることを誤座と呼び、押し出される長さが誤座長である。一般にご座長が長ければ長いほど単位時間あたりの誤座効力も小さくなり、衝撃も緩和される。反面でご座長が長いと、 大射角での射撃時に砲が地面に接触してしまうため、地面を改作するか、大射角時の誤座長を制限するための変換装置を設ける必要がある。例としては38式野砲の誤座長は1.2メートルであった。蒸気の大砲に組み込まれるものほど大掛かりな装置では、なく中大気と呼ぶこともしないが、足などのマウント部分やストック後部にバネを仕込むと、 反動の影響を抑える目的の仕組みが一部のライフルや機関銃で採用されている。また、自動火器では射撃の都度、実砲の発生するエネルギーをもとに遊程などの部品が動くことになるが、この際、自動式でない火器と比べて、いてや固定足への反動の伝達が遅延される。副次的な効果ではあるが、射撃の結果に影響を与えることもある。 大砲と装甲の研究から、中退機、福崎、ウェイバックマシン。ありがとうございます。